さて、ハードグランプリ、グランプリじゃないレースは、やらないか。DK マウンテンです。まあ、ここはね、やらないかですよ。やらないよですよ。リクエストは、あれなのか、うん、3件しかまだ来てないんか。そう。でもな、あんま、3件でも嬉しいよ。まあ、まず来ることが嬉しいね。まあ、なるほどね。うん。リックも、リックって今日から実況始める？あ、でも今日はあげらんないと思う、うん。実況撮るかもしれないけどね。うん。まず、でもまだ撮るさ。作品とかソフトがさ、うん、マリカ以外何一つ決まってないんだよね。俺もはっきり言ってマリカ以外はほとんどなもんないの。だからさ、マリカもさ、なんかフレセンとか結構入ってればさ、うん、取れるんだけどさ、ないとさ、基本ノラとかが増えるじゃん。ああ、だからとりあえずなんかい、そう、なんか一本、いなんだろう、マリオ64ぐらい取れば。ああ、マリオ64はあれも水曜学校休みだから、ちょっと見てこれかなと思ってる。バーチャルで買うんじゃないの？え？64は、64になったらバーチャルとかやろ？うん。でも64持ってないんだよ。いや、だからネットから買えるやん。あ、バーチャルコンソール？そうそう。ああ、いや、俺キューブ持ってるからさ。ああ、じゃあダブルダッシュとか。結局マリカじゃないか。いや、なんだっけな、さっきツイッターで、いや、なんか今度 Wii U で、うん、ゼルダ出るって話をしてる方がいて、マジか。風のタクトのリメイク版？でも、レジェンドゼルダないとね。そうそう、出るっていう話を聞いて、ちょっと聞いたの。うん、ゲームキューブで、出てるゼルダシリーズってありますかって言ったら、風のタクトとトワイライトプリンセス出てますよって言われたから、うん、そのあたりをちょっと見てこようかなと思っている。ほほ、ただですか、やっちゃった。ただとてつもなく長くなりそう。じゃあもう、でも長かったらさ、あれやん、あのいちいちさ、新しい作品とか考えなくても進む。まあね、うん、それな。あとはこれな、な、作品長いと続かない気がするんだよね。話すことがってこと？うん、なんか飽きてきそうで。ごめんなごめんなはい、じゃあ次のレースまでカットします。あっと、さあ、ファイナルレースはモンテタウン、アマちゃん。あ、そっか、アマちゃんか。ここアマちゃん今週で終わんねえ。あー、らしいね。あ、そうそう、それで、うん、なんかの戦隊もんで、その敵の幹部みたいなの出てきて、めっちゃボロックソにやられたのね、戦隊ものがみんな、うん、で、戦隊ものって大体目のとこ黒くなってるじゃん、なんか、あそこが剥がれて、中の人の顔が直に見えたことがね、やばい、怖かったんだよ、その時、ちっちゃい子だったら。誰がいいにやってな。そう、やばかった。あ、戦隊もののし、これこういう仕組みかみたいになって。うるさよくあるもんな。チャック後ろ見ないでねとか。そうちっちゃかったからね、余計トラウマになってるな、ほんとに。いやー、あれは怖かったわ。思い出もあるやん、イースターのピョン太郎、後ろから話しかけたら後ろ見ないでよって。大盛り？うん、ま、飛び盛り。え、知らないんだけど。イースターやん、イースター。どれイースターって？4月にやってる行事。卵を探そうとか言う。4月はね、僕まだ経験してないんですよ。あ、そうか。そう、12月に一旦引退してね、この夏に帰ってきたからね、春の記憶がないんですよ、僕の飛び降り。届きた。もう俺も今んとこずっと寝てね。もうこのまま永遠の眠りになりそうな感じ。いや、なんか飛び降りさ、バージョン 1.1 にさ、更新したじゃん、結構前に。うん。あ、これ僕のバナないよ。そっから、それが原因かわかんないけどさ、なんか夜、飛び盛りやろうって話が出んの、ツイッターとかで。いろんな方と。必ずって言ってほどさ、リセットさんのエラコが出るんだよね。え、でも更新データって、そういうのをなくすためにやったんじゃないの？増えたよ、むしろ。増えたか。なんか、あとなんか自分の部屋も、なんだっけ、ルーターから距離があるから若干弱いの、ね、
電波が、うん、だからそれを考慮したとしてもひどい。親父ひどい時あれだったもん、なんかじゃあ自分村開くねっつって開くじゃん、うん、改札開くじゃん、うん、でまず全員集まる前必ずエラコ出て、俺そのエラコも考えてんで、あのエラコが来たら来てく、せっかく来てくれたのにカウントがゼロになるやんか。そうなの？うん、あのバッジ集めの、ああ、だから一人来たら一回セーブして、一人来たら一回セーブしてってしてた。まあ、めっちゃ頑張ってるじゃん。そうやね、やるにまだバッジもらえへんと終わっちゃった話、終わっちゃったじゃあ次は国内になると思います、このメンバーでね。なんか今デイジーが変なとこ行ってたぞそう、なんだっけ、そう、それでだからじゃあ別の人の村行こうぜって次になるじゃん、うん、でじゃあこの人のとこ集合ねって、で改札開いて電車乗ろうとするじゃん、うん、そしたらまずあのインターネット経由で行くって言ったらエラーコード出ました、今度他の人の村に行けないみたいな、うん、紙だ